和田浦駅は、千葉県南房総市和田町二河浦にある、東日本旅客鉄道内房線の駅である。関東の駅100線に選定されている。駅前広場関東の駅100線の第4回選定駅である。蘇我駅から東駅までの営業キロは、内房線周りで 106.8km、外房線周りで 102.1km であり、内房。 外房線の外周のほぼ中間にあたる。よって、蘇我駅苑と東駅安房鴨川間の内房線、各駅は、後者の外房線経由の方が近いことになる。駅ホーム右手に見えるのは白長スクジラの骨格の、レプリカ相対式ホームに面に線を持つ、地上駅。互いのホームは、古線橋で連絡している。駅舎は山側にあり、クジラの形をした。 新駅舎が1995年にできた。また、下りホームには待合室がある。立山駅管理の無人駅で乗車証明書発行機が設置されている。スイカチャーチ機、自動券売機は設置されていない。トイレは男女別の推薦式。2010年2月10日より、外防線、PRC 型自動放送が導入された。 2015年度の1日平均乗車人員は94人である。JR 東日本及び千葉県東計年間によると、近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。道の駅は田浦 WAO、カラス城山駅前にはロータリーはあるが、バス停は設置されていない。また、道の駅は田浦 w a が近隣に位置し、立山方面一番線ホームより、 間近に見ることができる。ただし、道の駅、WAO には、駅前の道を、立山方面へ南下し、内房線南1号踏切を渡った後、国道128号を北上するため、駅より徒歩で約7分かかる。駅周辺は、市街地となっており、中小商店、宿泊施設などが点在する。ありがとうございます。